こんにちは、エリとラテです。どうしたの？今日もふもとっぱらでキャンプをしていきます。じゃあ今から新しいテントを建てていきたいと思います。はい、チケットのあかりちゃん、待って、今虫来た激突したんだけど、あーダメだね、髪が崩れちゃった。エビタントって言って、宙に浮いたテントです。おお建てます。はい、先生、まず何をするんですか？まず、貼れる木を探します。はい、これを貼っていくの？これは木を保護するための、このいっぱい生えてる木の中から見つけ出すと、最低5メートルの間隔で、ちょうどいい三角形の木を探します。はい、微妙なんですよ、こういけるかな。あ、めっちゃ取ってた。あ、そういう感じがいい。一回ここでやってみますか？おお。一回敷いてみて、この中に収まれば、ここで食べてみたいなと思います。これだけ？これだけです。おお。あ、軽いこれで立つんですね。一応中にも取説があるけど、なんかよくわかりません。教えてください。広げるのか、とりあえず、はい、広げます。おお、すごい。あ、全然映ってないけど三角形になってます。あ、収まればいいのか。もうちょっと手前だな。真ん中に入ればいいのか、はい、これカメラアングル難しいね。分かりにくかったら本当すいません。とりあえず置きました。ここに貼れることが分かったので、次はこれ、これ見たことある。カコカコやるやつ。あ、そうです、そうです。がびっくりした。デビタットのエアリアルマットにつけて、木にくくりつけていく作業に入ります。はい、デビタットってそのこれ、はい、この輪っかに通すんですか？そうです。はい、通して、くるりんぱですね。くるりんぱ、はい、正解。イエーイ。これを3箇所ですね。はい、行ってみよう。はい、はい、ラスイチです。よいしょ。あ、そうですね、できた。こっからですよ。次はどうしたらいいですか、先生？次はね、さっきのストラップ。ストラップ、はい、紐だけのやつ。はい、これだね。それです。それをさっきつけてもらったラチェットにつけます。はい、届いてもらって、どっちかの端っこが輪っかになってるんですね。こっちだな。はい、それをまず木にくくりつけます。はい。この子ですね。基本木は生きてるので、傷がもし入ったとしても自分で直してくれるんですけど、キャンプ場によっては木を守る運動もしてはったりとかするので、これを一緒に巻いてもらって、その上にそのストラップを巻いていくっていう感じですね。わかりました。はい、巻いていきたいと思います。よろしくお願いします。その時に巻いた高さが、デビタットの高さに決まっちゃうので。あ、そっか。じゃあさ、これめっちゃ高くしてもいいってこと？全然いいです。でも大変？高いと乗るのがちょっとだけ大変。頑張るか。これ高すぎ？いや、高すぎ？普通？ちょっと高いけど、頑張れば乗れる。高いね。やめとこう。この辺にしとこう。はい。あ、アリさんだ。すいません。お邪魔しております。これ巻く。はい。で、その輪っかに通していく。あ、なるほど、なるほど。そうです、そうです。はい、通りました。で、ねじれないように、はい、まっすぐ端っこまで引っ張ってもらって、端っこを端っこをラチェットにつけていきます。はい、どうやって？まず、この隙間わかります？うん、これそこを、はい、下から通します。下から通します。
じゃーん。はい、取った。で、日頃の恨みを胸に引っ張り上げてください。アンチコメントこの野郎。思いっきり引っ張ってもらって、木の方にその端っこの方を持って、あ、こっちです。こっち、こっち？はい。これを、はい、木の方に持ってって、で、ある程度のところでラチェットをカチャカチャします。はい。ああ、ここでカチャカチャなんだね。はい。え、これ合ってる？はい。ちょっとカチャカチャしたら多分止まってると思うんで、もう止まってると思います。あ、本当？で、離してもらったら、うん、あ、本当だ、止まってるので止まりました。これを3箇所やっていけばいいんだね。やっていきます。簡単だ。ロープ忘れた。覚えてるでしょうか。そうだ、あれも忘れたよ。そうです。まずは失礼いたします。それじゃあウエスト測ってきますね。さ、これさ、サイズ、そうですね、高さがどれくらいあったっけ。見ながら合わせてもらった方が。ちょっと待って、忘れたからちょっと確認してきて。この辺です。そっちじゃない。ゴーゴー。はい、おいはい、で、最後の1箇所になったら、うん、全部止まってるんで、うん、思いっきり引っ張り上げて、もうどこまでも。おっ、おお、浮いたぞ。浮きました。で、カチカチやってもらって、はい、で、おお、これではちょっとまだ体温体温なんで危ないんですよ、うんうん、なんでもう一回同じ作業をしてきっちきちに締め上げてもらうんですけど。え？これ一回外すってこと？はい。
はい、面倒。2箇所は仮止めしてたんですよね。へえ、私がやってたことは仮だったってことです。そうです、仮の女です。仮の女か。やだな。今から仕上げに入るってことですね。わかりました。皆さんはちゃんとチャンネル登録してください。仮で見ないでください。これは正解ってこと？もうこれは多分大丈夫かもしれないんで。かもしれない、わかんないですね。チューブラリンの状態、はい、片思いですね。片思いです。やだ。そういうの私やだ。でもしゃあないんですよ、相手がまだ。いや、私負けると思っていけないんですよ。負け戦はいかない。勝つって分かってる時しか何でもいけない。仕事も恋愛も。大丈夫、時には負けも必要です。分かった。え、これ外すの？で、外し方なんですけど、うん、黒いところをこう引っ張ってもらって倒すって感じです。へー、で倒す。はい、わー、今取れてるんで、はい、日頃の恨みを込めて締め上げます。はい、締め上げる。あ、その前に、うん、もう一回ここを引っ張ってもらって直してもらって、あ、引っ張って直す。直す。あ、これ。はい。カチャンコ。前に。あ、そうです、そうです。で、思いっきり引っ張り上げる。引っ張り上げる。あ、これ？はい。あれ？もう死ぬほど引っ張ってください。あ、そうなんだ。なんか、小学校の時の綱引きを思い出すよ。で、そのまんま、カチカチです。へぇ！全体重かけるわ。はい。全体重かけて、無理です、まだ。それ、振りですか？振りですか？ガーンって言ってね、木ボキってなったら、本当にもう、謝っても謝りきれないんで、ちょっと。2箇所目です。あ、これを引っ張って、こうして。はい。もう一回、黒いの引っ張って倒してみてください。あ、もう一回。引っ張って、倒して、あ、そうです。黒いところを引っ張ってないないしてほしいんですけど、あ、これを引っ張る、はい、引っ張って倒す、前に倒します。倒します。はい、あ、で引っ張る。はい、なるほどね。死ぬほど引っ張ってください。てて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 てガチガチできます。あ、そっか。いつまでガチガチだって話で。できたんじゃないでしょうか。できました。どうですか、できた。はい、オッケー。じゃあ乗ってみてくださいよ。本当に？はい。あれ大丈夫？なんかへこんってなってる。じゃあ押し込んでみてください。これも引っ張れないか。これ以上、あ、やってみてください。あ、無理。できたよ。え、もっと大丈夫？あ、でも結構下がるね。はい。じゃあ失礼いたします。あれ、私なんか今虫踏んだ。あ、テントウムシ。ああ。テントウムシ踏んだ？テントウムシ。あ。とりあえずこれでハンモックの完成です。で、今手つった。え？で、これ大人さんに一気に乗れるんですよ。森を感じるよ。いや、そんなこと言ってる場合じゃない。これを完成させたいんですよね。はい、まあ、これだけでも全然使っていただけます、うん、確かにこれは気持ちいい。下がメッシュなんで風通しも良くて。逆にこれ冬寒いですね。
めちゃくちゃ寒いと思います。じゃあ今日はこれはデイキャンプですね。はい、それがいいと思います。夜は撤収してこのテントで寝ましょう。はい、はい、これそれです。開けていいですか？開けてください。ドラえもん早くジャイアンが殴りに来ちゃうよ。勝てーよ。じゃん。あごめんなさい。これは組み立てると。はい。で聞いた。はい。これは2本でいいよ。2本でいけます。まず裏返しに広げてほしくて、メッシュがある方が表なんで、これを下側にポール通す。あー、これか。はい、トンネルがあるので。出たはいいがって感じだよ。同様にもう一本。はーい。だんだん風で落ちてくる。どこや。あ、いたいた。一応通ったぞ。OK です。今のなんかが伸びてね、私を攻撃してきた。ああ、外れたんですね。じゃあ、あ、あ、そういうこと。ああ、取れてる取れてる。やばい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 。一本だけ先進んでたわ。ちょっと空気読んでよ。あ、出た出た。します。ひっくり返す。はい。負けないで、もう少し最後まで走り抜けて。若いのによく知ってるわ。いい。おうおう、ひっくり返したぞ。はい、入り口を探してほしくて。どこや、これ。違う、大きい着がコピーってあるんですけど、これ。あそこですね。おっ、それをじゃあこっち入り口にしようかな。こっちを、はい、ぐるぐる回してください。じゃん。ポールを刺していくんですけど、ここにこの楕円形ポールの先端が楕円になっていて、うん、あ、本当だ。形を合わせてもらって刺し込んでください。90度だけくるっと回してほしいんです。なるほど。そうです、正解。お、4箇所するんですけど。なるほど。あ、よし。はい、じゃあ反対
側行きます。おーい、いや、これか待って、どういう状況これ。はい、体格に出してほしいんですけど。こっち、はい、あ、なるほどなるほど。ピンポン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 、オッケー。あー怖い。私はあいつと戦うんですか。空の彼方に伸びたボールを。おい、どうなってんだ君は。ここ、はい、してもらっても多分大丈夫です。あ、そうなんだ。これをこうか。はい、通して回して下から上にかける、ゴムにかける。おい、を3箇所します。はい、とりあえず角っこ3箇所全部止めに行きましょうか。オッケー。込みが早い。嬉しい。だって硬い。すごく硬い。多分かかった。はい。引っかかればもう全然大丈夫です。何でも。おお、すごい、なんかそれっぽくなってきたぞ。出ました先生。最後の工程なんですけど、紐と体格に。これがあるんですけど、これを引っ掛けていくっていう作業です。おー、なるほど。おお、うん。奥にも行かるんで。なるほど、これをやっていくわけですね。そうです。だんだん大変になってくる気がする。気のせい。でもこれで最後なんで。オッケー。おお。おっ。ここはわりかし。どうぞどうぞ。これか。おお、見て、結構広い。じゃじゃーん。早速入ってみよう。いい。これは楽しいね。ああ、もっと高くすればよかった。冬は寒いね。寒いと思う。窓も開けてもらったらより。あ、すごい。景色。
あ、いいね。どうですか、夏寝れそうですか。ハンモック泊したい。大の字で寝れんじゃん。昼寝とかも最高やと思います。なんでこの季節にやってんだろう寒いのに。もっと早くやればよかったよねごめん、放心しちゃったすごい。え、でもさ、冬さ、これ布団持ち込んだら いけなくもないか。確かに、いけなくもない。あったかい布団をさ、引いてやれば、できなくもない気がしてきた。でも、でも俺寒いから。いや、でも浮いてるから、下からの冷えがなくて。あー、今日ここで寝てみようか。寝ますか。待って、でも今日さ、雨降るんだよね。可能性はやめますお昼寝ゴロゴロしたり、夏になったらね、またこれ立ててハンモック泊をしたいと思います。あ、いった、いった、いった。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いしますこの UFO テントこと、っていうか UFO テントって勝手に言っていいんですけど、レビタット、レビタットはの詳細 UR 概要欄に貼っておきます。あとこれレンタルもできるそうなので、それも詳細貼っときます。それでは次の動画で会いましょう。バイバイ